こんにちは、山口県産田中みかんです。じゃん、これ何かわかりますか？山口県の郷土料理の瓦そばです。やったー。多分茶そばの上になんかレモンが乗ってて異様な光景かと思いますけど、本当にこれ美味しいから、もぜひ作って食べてみてほしいので、今回ねレシピも撮ったのでぜひ真似してみてください。まあこの量を見たらわかると思うんですけれども、これね3人前なんですよね。まあ言うたらまあ軽い大食いみたいな感じです。私ね結構これ1人前で、あ、ちょっときついってなっちゃうぐらいなんですよね。3人前って私にとってはかなりの大食いなので、ぜひ私が3人前食べる姿を見てってください。まあ雑談しながら食べていきます。それでは山口県の郷土料理、山口県の郷土料理瓦そばの作り方、レッツゴー。材料一つずつずつずつ、材料一つずつずつ、材料一つずつ紹介していきたいと思います。瓦そばのそばを適量、牛肉の細切れを適量、レモン適量、卵を適量、ネギを適量、サラダ油も適量。はい、早速やっていきたいと思います。まずはね、ゆうぎゅうぎゅん、まだやばい、今日やばいな。まずは牛肉を湯がいていきます。鍋に適当に水を入れます。このぐらいで、沸騰するまで待ってから牛肉を入れます。沸騰したのでこっちへ来て、さあこっちよ、牛肉を入れていきます。うわー、いい色、私の口と同じ色、いけ、イエーイ。わー、これだけで美味しそう。まあ茹で上がったんですけれども、私はね今回はもう生麺なんですけど、乾麺の場合は肉汁があるじゃないですか。これに醤油とかいろいろ調味料を加えて、そばのつゆにしたりします。でも私はね、つゆはついてるので、肉汁はもったいないけど捨てます。もったいないけど、さよなら。で、次は錦糸卵を作っていきます。私はね今日3人前食べるので、卵を3個割っていきます。これにね砂糖と塩をちょっとずつ入れます。お好み、普通に卵焼き作るぐらいのなんか勢いで、お好み、塩はねちょっとだけ、砂糖よりも少なめでお願いします。サラダ油を引いてフライパンを熱していきます。パパパパパンパンパパパ。この時にタオルを1個水に絞って濡らしておきます。外してタオルの上に置いて蓋をします。さっきの説明をすると、フライパンの上にジャッてあります。それで卵をこうやってもう広げに広げ、ですぐ火から離して蓋をして、でその下に濡れたタオルを置いて、卵は焦げないように素熱を取ります。はい、汚い薄焼き卵の完成です。はい、これをね切っていきます。食べれればいいんですよ、食べれれば。全然映ってるやん。とりあえず細切りにしたらいいです。もういいで、レモンを切っておきます。輪切りです。はい、こんな感じで下準備ができたので、早速ホットプレートの方に行きたいと思います。レッツゴー。まずはねサラダ油を入れます。で火をつけます。はい、生麺はこんな感じでつゆが入ってます。麺を敷いていきます。うわー、来た、この時が、いけ。はい、こんな感じで、ね、なんかまんべんなくホットプレートにこう敷いていくような感じで、もうねこんな感じでいいんです。もう別にね、この上にね盛り付けていきます。よっ、うわー美味しそう。ネギはね好きなので多めにかけます。でこの上に刻み海苔をのせます。であんまり馴染みがないかと思うんですけど、レモンをのせていきます。でこれなんか、みかんちゃんこの間に焦げるんじゃないのって思うかもしれないですけど、焦げていいんです。瓦そばっていうのは焦げを作るものなんですよね。下のパリパリが美味しいってなるんですよ。はい、つゆの中にネギとかね好きな薬味、もみじおろしでも何でも入れて、本当に大好きで、もう2週間に1回ぐらいは瓦そばしてる。てけね、遠くに住んでる人も、てかさ、瓦そばってもうね早速つべこべ言わずに食べていきたいと思います。でも本当にお腹空いてるんでね、いただきます。あ、めっちゃ楽しい。つゆの中にレモンを入れて食べます。レモン入れることによってすっごい爽やかに食べれます。わ、美味しそう。
うんふん、本当に美味しい、大好き、本当に胸、または頭の前に飲料を持ってきて、肘を前に伸ばして後ろに戻す、すなわち乾杯、せーの、カチーン。ああ、瓦そばって多分皆さんのイメージじゃ瓦の上に乗ってくると思うんですね。まあ家庭でするときはみんなホットプレートで行います。なんかもう全てがマッチしている、もう肉といい、卵といい、茶そばといい、海苔といい、ネギといい、もう本当にいい役割全部果たしてくれてる。なんかわかるかな、だってさ、このさ全部でさ合わない食材なくない？まあ大体料理そうか。まずちなみにさ、私さ髪の毛を10センチぐらい切って染めたんです。見てこれ、 DJ 社長みたいな髪の毛。美容院とかってさ、なんかもう美容院に行ったその日がもうピークじゃん。それを超える日はないわけじゃん。切ない。ネギ全部入れよっかな。もうネギやん、これ。これネギやん。ごちそうさまでした。え、なんか意外、いや食べきるとか言ったけど食べきれんやろうなと思ってたんですけど、なんか食べきれました。あー、いや、お腹いっぱいよ、かなりお腹いっぱいやけど、なんか普通に最後まで美味しく食べれました。びっくり。はい、山口県の郷土料理の瓦そば、かなり作り方も簡単で気軽に食べれると思うので、ぜひ真似してみてください。本日も動画見てくれてありがとうございます。この動画が良かったな、この何それめっちゃ美味しそう、やってみようかなって思う人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter とインスタもやってますので、そちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。